Hey, what's going on? 元気ですか加藤です。今回は、プレゼントなどをもらって、その気持ちが嬉しい。これを英語で何というか解説したいと思います。その気持ちが嬉しい。これを英語で言うと、Thank you so much for thinking of me.Thank you so much for thinking of me. というふうに言います。今回のポイントですが、〜何々をありがとうを表す Thank you for 後ろに、INGK の同名詞が来たり、名詞が来たりします。なんかこう、ありがとう、ありがとうっていう風な文章ではなくて、まあ、素直にこう、嬉しいですと、いいですねという風に感想を伝える場合、主語、動詞を伴う、ね、きちんとした文章で表すこともできます。It's so nice that you thought of me.It's so nice that you thought of me. この表現はありがとうございますというよりも素直に嬉しいですというふうに言う表現です。で、ポイントはね、だッと以下のことがとてもナイスだよ。ということで、だッと以下のことがとても嬉しいですというふうな意味になります。で、今回だったら、you saw me というふうに過去形になってますよね。あなたが私のことを考えて くれたことに対して、so nice, 嬉しいです、というふうに言ってるわけです。なので、異なる時制を、ね、h a t でつなげてあげることができるということがポイントです。How sweet of you to think of me.How sweet of you to think of me. 三つ目の表現は簡単文です。通常、こう、b e r y とかそ、so、うを使った場合に、これね、冒頭に持ってくることができないんですけども、その代わりに、how だったり、 What を使うことによって冒頭に持ってくることができます。どういう効果があるかっていうと、なんて何々なんだっていうふうに、こうね、驚きとかね、感動した気持ちを伝えるために使う表現。これを簡単文というふうに言います。今回では、How sweet of you! なんて君は sweet なんだと、ね。なんて君は素晴らしいんだというふうに冒頭に持ってきて驚きを表しています。はい、いかがでしたか それでは今日の復習をしてみましょう。今日紹介した文章ですね。こちらをもう一度英語で言えるかどうか。ゆっくりでも構いません。ぜひですね、声に出して確認をしてみましょう。それでは行きましょう。もしね、この動画が気に入ったら、ぜひですね、高評価。 そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄にですね。まあ、こういった解説をしてほしいとか、こういった例文を取り扱ってほしいというのがありましたら、まあ、ぜひね、書いていただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。